ザヌキャスト実況プレイのパート76やっていきたいと思いますと。道中ですね、ウェルスにされて自我を失いかけた人たちとの戦闘がね、立て続いたわけですけれども、まあ、なんとか切り抜けてやってまいりました。またこいつか、逃げれます？オッケー。はい。あれが嫌いだ。で、なるべくなら、このチャプターとか、このね、パートで、ディスク1を終わらせたいと思っているわけだけど、多分無理かなぁ。こっからまだ長えなぁ。何？オーフェンだったら逃げるわ。もう終わってんだよね。認識としては一応物理攻撃なのかね。倍率高いからダメージ通ってるけどみたいな。右から行きましょうか。お、ダークヘルム。お、エーテル防御も上がる。これはなかなか強いね。はいはい。数減らしに行きましょう。で、これでいいや。
まあ、ダメ切ったのっけだよ。カウントはされるでしょ。防御。ここは当たっとらん。近く連打。ランドウェポン。ダークアーマー。ヘルムがあるからね、鎧もあると思ったが。あ、防御は下がるんだ。でも、まあ、別にいいけどね。性能は申し分ねえ。むしろバランスが取れていい。なんすか。オッケー。何にしてもしょうがねえんだよな。エーテル防御、防御、防御。貫通。落とした。やる。ランドウェポン見てみたいね。こうだっけ。え、お、モグラどっから呼んできた。威力高え。なんすか。あ、君は歓迎。どこで拾うヒントとかあんま覚えてねえけど、あ、いいや。
お腹燃えた。竜帝もすでにレベル60代だからね。ディスクスは多分ね、ちょっとした探索と、あと本当にラストくらいだと思うんですよ。知らんけど。そこまで行ってないから。お、稼ぎ。おった、よし。こういうやつはこうだ。つかもはやエリーが1回行動するよりも早く2回行動してるし。フェイだって結構早い方なのにね。シタンが早すぎる。でかいの断り、でかいの断り。あ、よかった。また踏んじゃった。よし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 。あれ早っ。間違えたし。技の習得具合どんなもんでしょうかね。なんか最後のがもう完成しちゃってるよ。レビューが足りたらすぐ覚えるな。お二人はね、もう光と今来ないんで、下に関してはもう完全に完成。うわ、これはもうさよなら。あいつマジで戦うメリットがね、ただただ長引くだけ。敵出る瞬間が不自然すぎて分かりやすすぎる。
200いった。いいね。こっち、こう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 。よっしゃー、あと三角三角回るだけだな。でこっちはもうレベル70とかまでいかないと習得できない技なので、まあ、しばらくゆったりできますかね。ここには、サウンドウェイ。生きてる瞬間がマジで失礼。おーっと、これは嫌いなんで、バイバイ。バイバイ。すんなら HP にしてくれと思ったところだ。逃げろ。だんだんね、物語が核心に近づいていきますよ。危険走行版増えてきましたね。はい、敵です。コマンド入力忘れる。記念に使ってみよう。何の記念だ。
威力高け。技に関してはなんか倍率シュタンよりやっぱ高いのかな。威力の倍率っていうかさ、シュタンよりもなんか通りがいい気がする。金塊ここに来て結構金塊溜まってきてんでねんの。これさ、そしてちょっと防御力が下がっちゃうけど、どうしよう。え、お、なんだここは。私たちのホログラフ、なぜ俺たちのホログラフがソラリスの施設の中に。なんだろうね、ずっと見られてた。あ、スピードリングです。これはこっちそびそびでしょ。13プラスにしてやっとしたんだってことなの。下早すぎ。あの、クロノトリガーと一緒でね、あの、素早さレベル上がっても成長しないのでね。ん？ここも開かないぜ。え？さあ、こっちです。普通に開けよった。どうしてドラクの解除コードがわからんかしら。待ってくれ、先生。一体ここの施設は何なんだ？もともとここは、原始の時より生き続けている見まから、生き続けている見まかられては困るお方。天帝を頂点とするガゼル法院の延命研究を兼ねた施設だった。原始の時。そう。1万年の昔、この地上に人という生物が生まれた。その最初の人が天帝カインとガゼルの法院を構成する老人たちなのです。そんな。1万年も生きる人間なんて。もちろんそれは天帝ただ一人。彼は死ねない運命の人なのです。だが、ガゼルの運命は違った。かつての地上人との戦争、ディアボロスの侵攻によってガゼルの老人たちは肉体を失ってしまった。現在、ソラリスを統治しているガゼルの法院は、メモリーバンク上に存在する個々のパーソナリティごとのデータに過ぎない。メモリーバンク上のデータだって？そう。肉体も魂もない。ただの数字の列。実体あってなき存在。崩壊の日の後、肉体に固執する彼らはその復活を望み、それにふさわしい体を、生体を作り出すため、研究施設として地上にあったソイレントシステムの一つを、ここ、エテメン暗記に移した。やがてその施設は、単に天帝と法院の延命処置、肉体復活の研究をするだけにとどまらず、特殊な添加物を混入した民意創生用の薬品や食料、生物兵器の研究施設としての役割も兼ねるようになっていった。フェイたちが何気なく使用しているメモリーキューブも、
地上人の生体データを採取するために設置された装置なんですよ。セーブポイントね。もちろん、教会から送られてくる、種々データも、その一助となっていた。それじゃあ俺たちは、そのガゼルの老人たちのために、日々暮らしていたってのか。そうです。個々の生体データをメモリーキューブによって、記録を取るたびに送信して、包囲の肉体の復活に役立てるために。そうです。さっきの工場で分解されてたアジンたちもそうだというのか。使用済みとなった出し殻、それの再利用といったところでしょう。ひどすぎる。そんなことが。ちょっと待って、フェイ。変よ。おかしいわ。なぜ先生がそんなこと知っているんですか？そんなこと、政府や軍の要人だって知らないことなのに。え？今思えば、ここに来るまでだってわざと遠回りしていたように感じるわ。ワルドたちのところへ行くには、もっと早道があったはずなのに。それにこの区画へのルートは、ダウンロードした区画地図にすら載っていないのよ。それなのに、なんで正確な道がわかるのかしら。先生だって調べたんじゃ。それは無理よ。第一、この区画に入るときに通った隔壁。あれのパネルには、P4 施設の表示がされていたわ。ソラリスの上級将校だってオーセルと入れる代物じゃないわ。そんなものが鍵もかけられずに開けっぱなしにしてあると思う。それを開けることのできる先生って一体何者なんです？ちょっと待てよ。たまたま運が良かったってことも。そんなことあるわけないじゃない。本来、見解厳重であるべきソラリスに運よく潜入できて、宮殿内部に苦もなく侵入し、さらに運よく P4 レベルの扉を開けることができて、その施設の目的まで知っている、なんてことがあり得る。父様のことだってそう。確かにその当時、先生はソラリスにいたかもしれない。でも、同じ頃ソラリスにいたジェシーさんですら知らなかった。M 計画の実態を、なぜ先生が知っているんです？それも、当のマリアよりも詳しく。おかしいわ、絶対に。エリー、あのさ、黙って。もっと早くに気づくべきだったのよ。先生、あなた何者なんです？お、な、何？おい、大丈夫か？エリー、先生、くそ、やられた。エリー、先生、どこだ？暗。せめてさ、羅針盤ぐらいは見れるようにしててもいいんじゃないの？開いた。エリー。先生、いるのか？なんだ？これは？捕まったよ。これは、ダメだ。取れない。これは、なんだこれは。なんだって俺にこんなものを見せる。誰がこんなことを。エリー、先生、どこだ？どこに？その光景はお前が生み出したもの。その声はお前を呪う声。いまいましや触れ得ざるもの。神の愛しごたる我らの悲願を阻むもの。捕らえよ。滅せよ。神の炎で焼き尽くせ。先生、こいつらは、何なんだこれは。バルト。ビリー、先生、これはどういうことなんだ？みんなは何を？答えてくれ、先生。
ここにおるのはソラリス守護天使が一人、ヒューガ陸道。この男はカイン。お前たちが天帝と呼ぶ者の命を受け、かの地へと赴き、お前の監視を続けていた。ソラリス守護天使、俺の監視だって。そうだ。そして、お前に引き寄せられるであろう我らがアニムスとなりうる者たちを取捨選択。このソラリスまで導いてきたのだ。アニムスは体なき我らの復活に欠かせぬもの。この者たちは我らの肉体、よりしろなのだ。そう、ただそれのみの存在。バルトたちが、お前たちの肉体、本当なのか、先生。こいつらの言っていることは。何をそううろたえておる。信じていた者に裏切られたからか。お前らなんかに聞いちゃいない。答えてくれ、先生。3年間。この3年の間、私はあなたのそばにいた。そして、見極めではならなかった。我々の仇となるかどうかを。また、仇でいいのかな？そう。仇だ。お前は我らにとって危険な存在なのだ。故に監視する必要があった。最も監視をしろと、ゲメどっちにしたのはカインだが、我らはそこのアニムスの性質と、仇となるお前の消去をもくろんだ。そしてヒューがお前の元へと赴かせた。だが、お前の消去はことごとく失敗した。あの出来損ないの塵のせいで。それでも、アニムスは手中にできた。ヒューがよく働いてくれたよ。本当、なんだな。こいつらとグルになって、俺たちを。そのためにみんなは、なぜだ。お前たちは俺たち地上の人間を意のままに操ってきた。すでに世界をその手にしているも同じ。この上何を求めると言うんだ。お前も知っておろう。我らの目的は神の復活。人が地に満ちた時、神はその長き眠りから目覚めるのだ。その時、マハノンも目覚める。天空の楽園マハノン、地に落ちたという。楽園か。それは正しい見方かもしれぬな。我らの箱舟。その中央ブロックマハの神の封印されし場所。そこは神の知恵の源、知識の楽園。その知恵を使い、目覚めた神を復活させ、神と我らを大宇宙へと誘う箱舟を築くのだ。我らの箱舟の建造。大宇宙に君臨するための神の軍団。天使、マラークの創造。そのための M 計画。なんだって？我らは宇宙の孤児なのだ。我々は神と共に孤独にもこの惑星に打ち捨てられたのだ。我々人はこの星で生まれた生命体ではない。遥か昔、他の天体からこの星へとやってきた異星の生命体なのだよ。そんなバカな。嘘ではない。お前とて地上の至るところを見てきたであろう。なぜ10,000年より以前人の存在がないのか。これは神の意志なのだ。神の復活は古の原初より定められしもの。そして、我らはその神と一つになる。新たなアニムスを経て、再び星空の元へと帰る。それが我らの存在意義。それが我らの思考目的。ソラリスの力を持って世界に君臨することが目的ではないんだな。当然だ。このようなちっぽけな惑星一つ手に入れたところで何の意味があろうか。我らはこの大宇宙に君臨すべく、その権利を神から与えられた。そう、血の汚れのない我らだけがその免罪符インダルジェンスを得られる。故に、神を復活させる。楽園より追放されて永劫、福音の時までに神の復活がなされない場合、我らは滅びの道をたどらねばならぬ。だが、アニムスを得た今、
我らの復活は約束された。あとは神の復活と。カレルレン、この者の目覚めを待つだけ。エリー。